中村梢のスマイルフォーユー。中村梢の興味津々、月曜から木曜まで日替わりで人、動植物、場所、作品にこだわってご紹介する興味津々。水曜日は場所です。今日はね、日本とは季節が反対になります。南半球ね、オーストラリアに心飛ばしてみます。オーストラリアのカウラっていう町なんですけれども、まあ、なぜそこに聞くかっていうのを後で説明しますが、場所を説明しますね。まずね、オーストラリアの大陸ありますね、日本からずっと下に下に行って地球なんでね、まあ、あの地図上で、ね、ずっと下に行くね。そうすると大きい大陸ですけれど、私いつもこのオーストラリアの大陸っていうのは耳がピンと立ったワンちゃんが左向いている、その首輪あたりから上っていう、そんな感じの形に見えるんだけれども、首都はキャンベラですね。その一番右の下の方に、首輪の一番下のあたりにありますね。その少し上、首輪のあたりにシドニーという大きな町があります。港の近く、そうちょうどね、そうだな、キャンベラのあたりが緯度でいうと北緯と南緯の違いはありますけど、静岡県と同じぐらいのところにあるんですね。それよりもちょっと上ということは、日本で言うならば逆になるから四国とか紀伊半島とかね、そのあたりにシドニーなんですね。そのちょっと地図上で左斜め上ぐらい内陸に入ってきます。ここがカウラという町なんです。でここでこの時期桜のお祭りが開催されるそうなんですよ。そうか、春だもんね、向こうね。詳しいお話を現地でツアーガイドなどもされている加納博文さんに伺います。博さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大変素晴らしいご説明です。いやいや、恐縮でございます。ありがとうございます。今博さん、そちらはどんな様子なんですか？気候としては春ですか？そうですね、うん、まあ、現在のシドニーあたりは1年で最も過ごしやすい季節になってまして、まあ、暖かい、まあ、春の気候帯に入っています、はい。まあ、これから、まあ、たくさんの花が咲き乱れて、うん、まあ、間もなくこう春、まあ、爛漫と、まあ、いった感じになるのではないでしょうかね。広いですよね。まあ、今日も日中の気温がだいたい18度から21度ということで、はい、もう朝からはもうすごい、もう雲一つない抜けるような青空が広がっています。ただまあちょっとオーストラリアはね、日本の国土の20倍以上もあるとっても大きな国ですので、まあ北部の方ではまあ熱帯の雨林地域とか、中央部ではまあ砂漠があったり、まあ逆にその皆さんよくご存知のオーストラリアテニスオープンが開かれるメルボルンなんかは南風が冷たい、まあ、南極からの南風がね、冷たい。南っていうと暖かいというイメージがね、北半球でありますけれど、南は南極の近くですから寒いんだわね。はい、うん、特に温暖な静岡県の皆さんにはね、南風はとっても暖かいんですけども、うん、こちらでは、大変厳しい、冷たい風が吹いてきます。ねえ、そうなんだ、逆ですもんね、うん。でこの時期にカウラという町で桜祭りが開催されるということで、カウラという町、今場所はざっと説明しましたけど、どんな町なんですか？そうですね、この桜祭りという祭りはもう25年目に入るんですけれども、うん、毎年この桜が開花するこの時期に合わせて、うん、まあ、この月末の週末3日間、まあ、カウラという市内の、にある日本庭園で行われます、はい。大体場所が先ほどのご説明の通り、シドニーから西に300キロほど離れたところにありまして、うんうん、車で大体4時間ぐらいと。あ、シドニーから4時間ぐらい。あ、はい。まあ、以前1980年になりますけれども、うん、日豪共同の映画で、まあ、石田純一さんが主演されたカウラ大脱走とか、はい、日本テレビでドラマ化されました、あの日僕らの命はトイレットペーパーよりも軽かったとかで紹介されたんですけども、まあ、終戦のですね、間際の44年8月に、旧日本軍の捕虜たちがそこにまあ集められてたわけなんですけども、やむを得ず脱走を試みて、まあ、日豪を合わせてですね、231名の尊い命が失われるという大変こう悲しい事件があった場所でもあります。捕虜収容所があったということですか？そうですね、終戦間際パプアニューギニア戦線とか大きなところ、まあ、ダーウィンから、日本人捕虜がこう集められて、イタリア人やその他、他の皆さんと一緒にまあ共同生活することになったんですけれども、はい、昔の、軍人君ですか、
それに反するということで、あのこのまま、生きて恥をさらしていけないと、いうことで、まあ、脱走を試みたメンバーが何人多数おられました。なるほどね、悲しい歴史はあったんですね。そうですね。でその今日本庭園で桜祭りとおっしゃいました。で私もちょっと調べてみましたけど、綺麗な日本庭園があるんですね、はい。そうですね、草案自体は1970年の大阪万博あたりからすでにあったようなんですけれども、まあ、実際にこの、庭園を作ろうという動きは、うん、まあ、70年代中盤以降、日本人の建築家で、中島健さんとおっしゃる方が、江戸時代の、まあ、回廊式 の、そのを取り入れて1979年のオープンだったということですね。で、なんであの東京の陸義園とかね、なんかその辺のにも似た雰囲気のあるとてもいい庭園ですよね。はい、お茶室があったりとか、大川が流れておりますし、はい、池には鯉が泳いでますね。広いんですか？はい、ごめんなさい、ちょっと気になって調べてきたんですけども、サイズに関してはね、これがまた不思議なことに全然見当たらずに、ただまあ何度かそこには足を運んで、おりましたんで、まあ、それを見た感じからお伝えしますと、まあ、沼津の足高球場ぐらいが丸々分1個分ぐらいは、張るのではないかなと静岡県民のために分かりやすい建てありがとうございます、はい、広いあの大陸だから国だから、あんまりそんな東京ドーム何個分とかそんなこと言わないんですねそんなケチなこと言わないですねそうですか。そうですね、はい、じゃあ結構日本の方も見えたりはするんですか？あるいは日本人の方。そうですね、日本の方がそちらに出向くということは、まあ、行事がない限りはない、だからなかなかないんですけれども、まあ、実際には、その施設自体はですね、地元のカルチャーセンターとしても利用されてますし、桜祭りの他にも、まあ、日本のイベントでいうと、端午の節句とか、桃の節句とかっていうのも行われてます。でもちろん、実際にその町の中でのイベントですね、いわゆるローカルイベントも、この日本庭園で開催されることはまあまああります。ああ、そうなんだ、はい。日本人の方っていうのはカウラにはいらっしゃるんですか？今住んでらっしゃるんですか？そうですね、たくさんお見えではないんですけども、実際に日本の自然農法を使ってですね、農場を経営されている、まあ、北の大開発さんというところがあるんですけれども、まあ、その方が、まあ、自然農法を用いて作った野菜、オーガニックの野菜を、まあ、毎週毎週シドニーまでの長い道のりをですね、まあ、消費者が安心して口にできるものということをモットーに、まあ、日曜日に8時間往復8時間をかけて、まあ、通っておられます、はい。あ、そうですか。9キロの大根が先日取れましたね。9キロの大根、はい、やっぱりな、酢の入ってない綺麗な大根9キロありました。土地が広いとね、なんか野菜も伸び伸び育つそうですね、桜祭りの様子をご紹介ください。そうですね、実際に、まあ、武道とか茶道、園芸、その他日本の文化に携わっておられる方々がやはり重いメインで行かれるんですけども、まあ、その他観光でオーストラリアを回っておられる、まあ、オーストラリア人を含む、観光客ですね、でも賑わいます、で、まあ、実際にその、日本の独立国として、まあ、主権はないんですけれども、カウラのその土地だけは一応日本のものとなっておりまして、まあ、地元の市長さんのオープニングのご挨拶から始まって、まあ、各団体のご紹介ご挨拶の後ですね、まあ、例えば、茶道でしたら、実際に野立てをされてますし、武道ではその皆さん空手だとか柔道、それからお相撲の演武ですね、が行われます。それから、和太鼓とかですね、雅楽、まあ、これのライブ演奏が実際にもうすんごい迫力で、行われるなどですね、まあ、数多くの催し物がその3日間を通して、メインはまあ27日なんですけども。それはオーストラリアの方も参加されるんですか？そうですね、オーストラリア人によって、ほぼオーストラリア人によって運営されてます。お相撲もですか？そうです。あ、回しをつけて、まあ、ちょんまげをしてる人はわずかなんですけれども、はい、そうですか太鼓、和太鼓なんかも、まあ、オーストラリアの素晴らしいものがありますね。へ、それから、まあ、余談ですけれども、僕
盆栽の品評会ですね。盆栽人気ですよね。それからあの静岡のお茶を使った抹茶アイスの販売、うん、あら、これも大好評でしたね。そうですか、はい、あの PR よろしくお願いします。その他に神楽の名産品があれば、はい、ぜひ教えていただきたいんですが。そうですね、うん、主な産業は農業とか、まあ、畜産、この第一次産業なんですけれども、うん、まあまあ、気候がね、まあ、温暖な土地柄で、うん、まあ、生産量も安定しています。それからあの静岡でも有名なお蕎麦ですね、はい、これもあのたくさん、生産しています。季節が逆なのでオーストラリア産南半球の蕎麦粉っていうのが、入ってきて、はい、結構いいのえっていう時期に新蕎麦打ってくれたりとかするんですよね。これがそうなんですよね。あの以前もあの静岡にある、まあ、新橋さんと、うん、いわゆるそのお蕎麦屋さん、老舗のお蕎麦屋さんが、うん、こちらにお店を持たれておりまして、うん、本当にもうオリンピックの前後なのかはもう世界のアスリートから、うん、日本の政財界の方々からが立ち寄る素晴らしいお店になって、あのタスマニアの、うん、お蕎麦を堪能されてました。タスマニアの蕎麦粉っていうのも有名なんだわ。そうでした、はい、そうでした。近いですもん、まあ、地図上で言うとですけど割合近いですよね。寝てる間に着きます、うん、寝てる間にね。うん、まあ、最近ではあのこのワインの生産なんかも盛んで、その品質も年々高くなってきています。そうか、ワインも蕎麦美味しいですよ。蕎麦とワインね、はい、ちょっと食べに行きたいですね。新橋さんの宣伝してよかったかな。うん、ぜひぜひ。はい、まあ、来て行ったらば、オーストラリア行ったらば、ぜひね、シドニーに行ったら、まあ、その4時間ぐらいで着くわけですから、カウラにも寄ってほしいですね。そうですね、うん、カウラシドニー間は本当に、まあ、車で4時間ほどっていうこともありまして、うん、まあ、戦没者の、まあ、その時々あの戦時中に亡くなられた方の戦没者の慰霊、うん、まあ、墓地っていうものもありますし、うん、毎年8月の5日、慰霊祭があるんですね、うん、まあ、その時には日本人はこぞってもう日本、あのシドニーからもうカウラに、ね、はい、でも行って行って、あの慰霊祭に参加すると、うん、いうこともあります。あのヒロさんは南半球に暮らしてもう何年ぐらいなんですか。はい、足掛け20年ぐらいになりました。そうですか、はい、もう星空とか北半球と違う星空が見えますよね。そうですね、オリオン座が反対に向いていたりとか、うん、はい、まあ、最近ではやっぱポリューションのせ、まあ、公害のせいかほんの少しだけ、どちらかというと以前に比べれば、空は青さを失ってきましたけれども、うん、まだまだやっぱりあの素晴らしい空気の爽やかな光害のない、うん、光害の少ない、うん、国ですね。はい、オーストラリアに訪れたらぜひここは見てほしいっていうものはありますか。そうですね、まあ、シドニーに住んでるせいもあって、うん、世界三大美港でもありますので、うん、ぜひともシドニーと言いたいところなんですけれども、ぜひエアーズロックというところに足を運んでいただきたいですね。エアーズロックね、はい、アボリジニーの方たち の, あの、まあ、聖地ですね。実際には世界で2番目なんですけども、うん、表面に出てる中では一番大きい一枚岩がありまして、うん、まあ、その壮大さとですね、うん、まあ、実際にその夜なんかにその天の川が見れるんですけれども、うん、もう本当に地平線から反対の地平線まで、うん、星空の中にいるという、とても、まあ、ロマンチックなところなんですけど、まあ、それを堪能していただきたいなと。そうですね、まあ、おそらく人生観も変わるのではないかなと。うん、そうかもしれない。はい、はい、ね、オーストラリアの雄大な自然ぜひ触れたいですね。リスナーさんもぜひご旅行にどうぞ、はい、今日はどうもありがとうございました。ヒロさん、いい、長くなりました、ありがとうございます。失礼いたします。小泉さん、まもなくお誕生日ですよね。あ、よくご存知ありがとうございます。少しは早めですけども、うん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ヒロさんでした。はい、よろしくお願いします。ごめんください。カウラの桜祭りなどオーストラリアでのガイドを、ヒロさんにお願いしたいという方、オーストラリア専門の旅行会社株式会社ワールドホリデーズ、ワールドホリデーズにお問い合わせください。インターネットでカタカナでワールドホリデーズと検索してみてください。親切にオーストラリア旅行の相談に乗っていただけますよ。
今日はオーストラリアのカウラでこの時期開催される桜祭りの話題をオーストラリア在住の加納博文さんに伺いました。明日は作品です。おすすめのクラシックのご紹介です。お楽しみに。